今すぐ矢上局長にヘルメットをかぶってもらった上でトラックを運転してテレビ局に突っ込んでくださいおそらく一般的な回答で言うと、この棒を折って殺してやる、これが一般的な回答じゃないですか。そうですね、一般的な回答、それ合ってます、合ってますからね、はい、しかしでもサイコパスのような猟奇的に殺人犯は考えることが少し違います。一度そのぶら下がってる男を助けて、油断した瞬間突き落とすです。おお、なぜなら、自分が裏切るそんなあって顔が見たいから。おお、正解じゃないですかこれ。ああ、マジで正解だと。ちょっと違いますね。な、どういうことその回答もあるかもしれない。ちょっと違う、はい、違います。結構それも、え、違うの。ちょっと急いで矢上局長あと少し何か足りないことです、ね。わかりました。じゃあ今すぐ矢上局長にヘルメットをかぶってもらった上でトラックを運転してテレビ局に突っ込む。出してない。え、惜しい。別回？惜しい。別回。別回答であってそう、うん。手に攻撃するとか、チクチクやるとか。え、そんなんだって、ね、普通じゃないですか。一般的回答。うん、え、逆にこれ、うん、ぶら下がってる手に針とかブスブスブスってやって、やめろやめろ、うわーって正解ですか。あ、もうほぼ正解です。え、これ正解え、正解は指を一本一本剥がしていく。へぇ、なんで徐々に苦しめるみたいなことなんじゃないですか。逆にエルさんが思考を上回ってる可能性はあります。確かに今のはありますね。助けた時にね、ボコボコにされちゃったりしたら終わりじゃないですか。エルさんのさっきの回答だと、一回助けて安心したところを突き落とした絶望の顔が見たい、助けて起き上がったところにボコボコにされたら終わりじゃないですか。じゃあ次のエルはあなたが。エル安すぎるって。ずっと次のエル、あなたもね。安すぎる。